北朝鮮では SLBM 潜水艦発射弾道ミサイルの発射実験の準備が進められている可能性があるという分析をアメリカの研究グループが明らかにしましたアメリカの北朝鮮研究グループサティ3トノースは北朝鮮東部のシンポにある造船場を7日に撮影した画像を公開しました画像ではミサイル実験に使われる潜水艦の一部が網や防水シートで覆われ その下で行われている作業の様子がわからなくなっています同じ状況は去年の5月頃にも確認されていて数ヶ月後にミサイルの発射実験が行われました研究チームは潜水艦の発射システムの修正などをした上で海上での発射実験を準備している可能性があると分析しています